ペガスス座 V391 星別名 HS2201 プラス2610はペガスス座の約4000光年の距離にある B 型純愛星である極水平分子に分類される構成である太陽質量のわずか半分の質量半径は太陽半径の4分の1に満たない小さい構成であるしかし有効温度は非常に高く高度は 太陽の15.4倍である。非常に年老いた恒星であると考えられ、その年齢は100億年を超えている、可能性がある。B 型純矮星の変更性型の一つである。海蛇座、V361 型変更性である。ペガスス座、V391 世のような B 型純矮星は、赤色巨星の段階、もしくはヘリウム燃焼が開始する直前に、 水素外装が放出された結果として形成されると考えられている。放出により、構成表面にはわずかな量の水素しか残されず、その量は構成全体の質量のわずか1000分の1未満となる。このような構成はいずれ徐々に冷えて低質量の白色矮星になると考えられている。大部分の構成は最初の赤色巨星の段階でもより多くの水素を保持し、 全近巨星分子に進化する。一部の構成がペガススザ・ V391 星のように大部分の水素を失ってしまう理由についてはあまりよくわかっていない。2007年にベリアブルスタータイミングという手法を用いて太陽系外惑星ペガススザ・ V391 星 B は発見された。この惑星は木星型惑星である。ペガススザ・ V391 世は変更性であるが、この構成の周囲を惑星が公転することによる変更周期の変化から惑星の存在が割り出された。AB パーセクは1年収支差より計算。後年は1年収支差3.2615638より計算し等9556より計算。少数第1位まで表記。ありがとうございます。